い、ウポラウルです。今回はですね、蝶猫祭の方がね、まあ、開催されているので、今回はね、まあ、ちょっとね、前回は10回回しちゃったんですけど、今回はね、まあ、いつも通りサイコロ使ってね、サイコロの出た、目の数ね、今回ちょっとやっていきたいと思うんでね、とりあえずね、サイコロの画面に移したいと思います。はい、じゃあね、サイコロ回していきたいと思います。一応ねサイコロ2個でね、ちょっとやっていきたいと思います。ちょっと1個だとね数字がね、少なくなる可能性が高いんでね。じゃあ行きましょう。はい、ドン。あ、5回。まあ普通ぐらいだな。じゃあね、普通のガチャ画面にね戻りたいと思います。はい、てことでね、数字が5だったんで、まあ、今回はね、5回ね、引いていきたいと思います。まあ、今回もね、まあ、レア式がまだまだね、たくさん残ってるので、レア式の方をね、回していきたいと思います。じゃあ行きましょう。1回目。一応ね、一応、とりあえずね、なんだっけな。あ、はい。オタネコがすごい欲しいなと思ってて、ちょっとね、今回オタネコを狙っていこうかなと思います。はい、1回目はネコボクサーですね。じゃあ、2回目行きます。はい。一応ね、オタネコがね、だいぶね、使えるので、すごい欲しいなって。嘘やろ。テコルカだっけ。うわー、ピクピクしてる動きが。いやー、マジか。ピクピクしてる。嘘、マジか。あー、そうっすか。はい、2体目はね、まさかの超激レアの、テコルガですね。はい、じゃあ、3回目いきたいと思います。はい、ちょっとね真田幸村がすごい欲しいなーって、あとアフロかな、アフロディーテがすごい欲しいなと思ってたんですけど、テコルガに持っていかれましたね。はい、バスターブ、これはね、なかなか強いキャラクターなんで、これはねプラスに変えたいと思います。はい、じゃあ4回目、回していきたいと思います。あとはね、そうだね、ウィンディーだっけ、あとその辺が欲しかったんだけど、あー、おー、嘘やろ。出るな今回、サイエンジかな、サイエンジメカ子かな。あの女の子の方がね、あのレアのアでちょっと隠れてるけど、そうだね、うわマジで、いや今回いいな、だいぶすごいいいぞ引きが。よかった、超嬉しいんだけど。じゃあ、はい、じゃあね今回ねラスト、5回目ね、回していきたいと思います。いでよ、頼む、オタネコ、オタネコが欲しいんだよ今、頼む頼む。あ、はい。はい、期待をね、裏切らないマケンさんですね。はいはい、じゃあとりあえずね、貯蔵庫の方見てみましょう。まあとりあえず今回5回しか引いてないんで、まあ、ちょっとキャラもね、だいぶ少ないんですけど、とりあえずね、まあ、5回引いて、超激レアが2体というね、とんだちょっと神引きをしてしまったね今回は。最近ちょっとあんまりねガチャの方が良くなかったんで、まあ、ちょっとここで来てくれてね、だいぶ嬉しいかな。はい、先にこっちから見ますか。テコルガ、そうテコルガ結構持ってなかったんで、結構てか持ってなかったんで、まあそうだね、テコルガは使い道多分あると思うよね、多分確実に使うと思うんで、まあこちらもちょっとねレベル上げようかな。でね、こちらですね、サイエンジメカコ、うん、いやまさかこれ出るとは思ってなかったね。本の付録を迷子を集めて完成されたロボットをスマナ一つで殺戮マシンへと魔改造した少女、少女言えなかった、エイリアンと黒い敵に打たれ強く一度だけ生き残る、はいはいはい、まあそんな感じでね、まあそうか、いやそろそろあのアフロディーテとかさ、ゼウスとかすごい欲しかったなっていう感じはします。まあ、とりあえずね今ね、右下の画面見ればわかるんですけど、あの猫缶が今4078個、地道にね、貯めてあるんですけど、まあ、こちらの方はね年末の方をね一気にねちょっと回していきたいと思います。まあ理由としては、まあ、特にあまり深い理由はないと思うんですけど、一応多分年末の方だとなんかそのガチャ率がアップだったり、まあ、確定が来るんじゃないかなっていう、ちょっとね、去年の今頃はまだこのゲームやってないんで何とも言えないんで、まあ、ちょっとね、今年の年末はちょっとどうなるかね、ちょっと期待しようかなっていうことで、とりあえず今貯めてます。はい。だいぶ集めたね。そうだね。まあ、XP もね、ちょっとあまり
そうだね、いざ使う時用のために結構貯めてあるんですけど、あんまりね一気にねちょっと使いたくないんで、地道にちょこちょこ使ってる感じかな。うん、そんな感じかな。まああとはそうですね、まあ最近ちょっとね、また再びちょっとね真面目にやるようになって、まあ後でちょっとその話もねやっていきたいと思うんですが、それは別にやればいいかな。まああとはそうですね、にゃんこガチャがねもうちょっとで100枚いくんでね、まあ行ったらねとりあえず一気に分回してね、ちょっとリアチケどれくらい還元できるかちょっとやっていきたいと思うんでね、そちらもね、まあ出したまあまた多分動画出すと思うんで、よかったら見てもらえれば助かります。ということでね、これ今回はこんな感じでね、まあちょっと無事ね、いいキャラが、いいキャラっていうかまあ一応ね、超激レア2体っていうね、まあちょっと個人的に嬉しい結果だったのでね、まあこれでね、ちょっと心置きなく寝れます。はいはい、ということでね今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。ということでバイバイ。